どうも、スイッチマンです。第3次スーパー系ロボット対戦アルファ第47話やっていきます。前回はガムリンさんが復帰しました。あれだけの死亡フラグを立てておきながらの復帰には驚きです。では妖精から。SP アップでの SP 底上げと、イレッタさんは地形適応を上げときます。クッハとグリッド君は射撃と格闘は、あと、R ガンにカートリッジを持たせときます。使い切り型のパーツは結局余りがちなんで、ガンガン使っていかねば。それでは始めていきます。言い方ひどいな。ガビルとは気が合いそう。それではスタート。ブンドルに敵を倒させるのはもったいないので、味方増援が来るまでおとなしく、です。
たすら移動。では味方もやってきたんで、敵を殲滅していきます。ではいきなりテレキネシスミサイル。ライの気迫は便利だなぁ。奥にいる怪獣をやります。テレキネシスミサイル発射！は山落とし。流行イザホ。チキンがしょっぱいぜ。滅びるのはお前たちの方よ。シズラービーム。地球には行かせない。絶対に。あなたにも味わってもらうわ。頑張ったあの真の力を。こんな感じで手当たり次第に害虫駆除していきます。案外まんざらでもなさそう。では、ブンちゃんは上陸艇を削りに行きます。美しき調べに乗って、華麗なる死を。やれやれ、その程度の力か。敵のターンはカット。引き続き害虫駆除。逃がさない、ホーミングレーザー。残るは上陸艇。ブリット君でとどめ。美しき調べに乗って華麗なる死を。
悪くない攻撃だ。だがもう少し力をつけるべきだな。 STMC をここで食い止めるぞ。えい、大谷ファイナクラで敵を来て。必殺オーダーコーナー。てことで、今度はバロータ兵が相手です。敵の数を減らしすぎると撤退しちゃうので、最後はマップ兵器で一掃します。そのために戦艦を発っておこう。では敵を始末していこう。クッハは補給して山落とし。新州レーダー、2段召喚、救急如立病。伊達は確定使います。伊達の撃墜数の伸びがすごいことになりそう。藤原が抜かれちゃうのか。流星、このままでは敵に囲まれるぞ。分かってる。連続攻撃で蹴散らす。はい、まずは先制だ。行け、アームテトレイサー。逆策、敵なしスミサイル発射。残った敵は俺に任せろ。では残りをテレキネシスミサイルで一掃します。ミサイル。分かった。テレキネシスミサイル発射。一掃機。Bye.
毒ガの3人が去っちゃったのはもったいなかったな。戦力としてカウントできるのに。ってことで、バロータルートはこれで終わりですね。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。